暑いですね。はい。はい、月山つくだに。暑い。やばいです。まあ、どうしようと。やばすぎ。29度、湿度 85% ぐらい。最悪。まあ、一箇所ですけどね、今日。はい。はい、どうも、こんばんは。扇風機入れます。もう、風が0メーター。やばい。皆さん、つくだにこんばんは。よかずさん、こんばんは。中一日です。まあ、もうね、今も雨降ったんでね。いつ降るかわからない。はっきり言って。だからもう今週はこれで終わりで。はい、マミさん、こんばんは。アイケツさん、こんばんはね。はい。なので、1時間で終わります。もう体力がないです。皆さん、こんばんはね。お疲れ様。買い物配信できません。もう疲れちゃってお姉さん、こんばんは。今夜ありがとうございます。今週はできないですね。だからちょっと今日、はい、福田さん、つくだにピヨピヨ、はい、やると思いました。もう疲れました。一昨日行ってますからね。で、今日もう29度です。ほぼ変わらないです。で、この間で風がありません。地獄ので、雨降ります、多分。バテてます、森さん。あとね、こんばんは。皆さん、ありがとうございます。暑い。こないだから暑い。風ないんだもん。風ないよ、ほら。やると思わなかったでしょ。今週はもうやんねえなと思ったでしょ。土曜も怪しいんだよね。だってゲリラ豪雨食らったらもう無理だもん。だからもう生きるときに行っとかなきゃと思って、そんな感じ。はい、よさん、いいね、あれとね。はい、渡辺さん、どうもありがとうございます。やると思いましたよ。暑いよ、もう、ほんとやばい。あ、りこさん、ありがとうね、こんばんは。今日も一箇所ですけどね。また来週ね、ちょっとね、わかんないんだよ、この、もう夕方から降るからわかんないんだよ、ゲリラ豪雨。明日もだってそうでしょ。もうわかんない、この、読めない。今はちょうどね、やんだんだけど、お茶ばかりとね、決断ね。読めない、こればっかは。だ、もうちょっとね、雨用ちょっと今日着てますけど、雨と晴れ用がある。ガキさん、こんばんはね。今日ちょっとこっち晴れ用も今行きます。でもなんかもうすぐ降るんだよね。いや、ありがとう、ケツさんね。すいません、いつもね。暑いです。水分取りながら1時間頑張りましょう、皆さんね。真夏の暑さ対策、バテてます。雨の中ね、雨降ってないんですけど、もう降ってたね、さっきはね。そう、今やんだんだけど、またなんかあっち怪しいんだよね。ゴリラ豪雨が本当になんかね、山梨県から来るんだよね。こっち向かってくんなよって。はい、了解、今見さんね。お酒飲みながら見てますか。いいですよ。堀さん、こんばんは。やると思いませんでした、僕も。真夏の解説です、本当に。ものすごい暑い。まさに、こんばんは。前回よりか暑い。2日前ね、いらっしゃいね。30度だって風があったの。今回風なし。29度あります。ゲリラ豪雨。おかげさまで田んぼもね、春みがこんだけ育ってます。うわ、見た？虫が。すごいよね。これライトつけられないパターンじゃん。セミ鳴いてるし。ラキさん、ありがとうございます。見た？今の蚊。やばくない？やっぱ田んぼにいるんだよ。無風だよ。無風。春み、虫がすごかった、今見たら。ライトつけられないじゃん、これ。ライトつけられないです。いたよね、いっぱい。田んぼはね、黙れ、この時期行っちゃいけないんだよ。虫の大群だから、もう。やるとは、嬉しくても、ラッキーさん、今週はもう終わりです。今週はもうね。もうちょっと土曜日が怪しくてね、もう今日行っとこうと思って。今日も怪しいんだけど、一箇所ぐらいだったらね、雨用があるんでね。そう、ピントが合わなくない？ツイキャス。
虫やばかった、いっぱいいたよね。つけられないんで、だからライト、うん、そう、もうほんと暑くてね、今日ね、僕ね、エアコン掃除したんですよ。カビ取り、あの手が届くとこまでこう擦りながら手怪我しました。ここ手怪我しました。3台やった、実家2台と、こう今自分家もやって、すごいのね、カビがね、うん、いっぱいあったよ、うちもカビが。こっから暗くなんですよ、だからちょっと消しときます。うん、いやもうでも全部が取れないから、で送風で1時間回したのね。そしたらカビがだいぶ削減できてね、匂いもきれいになりました。皆さんもやってみてください。多分クーラーすごいですよ、カビが。もう落ちてくる落ちてくる、カビが、固まったカビがすごい、燃費も良くなります。うん、ケツでもやった方がいいですよ、多分絶対溜まってんから。あの手が届く、あの拭き出し口からね、見えるとこまでこうで回るでしょ、あれ、あれもなるべく拭いたのに。うん、そう、あそこにもカビついてるから、業者にやってもらって多分3万ぐらい取られる、3、4万取られる。うん、でも全部やってないけどね、全部はやってないけど、業者みたいにできてない。あ、みのさんこんばんはね、お疲れ様ね、お茶ありがとうね。今ちょっとライトつけられない状態です。すごいんですよ、虫が。ほら、もうすごいでしょ、ほら。ダメダメ、つけられない。うん。下手すると5万ぐらい取られるんじゃない？あ、降りそうだな、こっちやめようかな。なんか雨降りそう。変な匂いする。なんか変な匂いする。業者高いよ。でも水洗ってくれるから、すげえ綺麗に取れるけどね。そう、でも 3,4 万取られるんだったら買った方が安くなってくるよね、安いやつだったら。虫すごいんでライトつけられないのよ、ごめんね、ちょっと暗いけど。うん、そう、暑い、もう前回よりか暑いよね。久々なんか一日やってるからね、今ね。うん、また来週火曜か水曜日ね、なんかあの1時間ぐらいですけどね、うん、予定では。そうするとまあ今月もね、なんとかね、あの細かいですけどね、短いけど少しいけたかなと。はい、クレーンさんこんばんはね。あ、風が今ちょっと来た、暑い。皆さんこんばんはね、お疲れ様ね。虫がこの時期はもうね、すごいよ。もう去年よりか暑いもん。うん。全然暑いもん。こんなもんじゃなかった去年は。もっと涼しかったな。暑い暑いとは言ってるけど、こんなにね、うん、暑くなかった。30度だよ、だって。この時間で30度とかありえないもん。はい、あぜん、こんばんは。暑くだよね。中一日ありがたいです。ラッキーさんも。じゃあ、ラッキーさんもお願いします。この間分かったでしょ、もう。1時間でも結構しんどいっていうのね、それを1日でね、もう回復させてね、ちょっと今日も接骨院で針やりましたもん。暑い、しかしマジ暑いわ。うん、暑いね、ありがとうございます。うん、ほんと暑い。お茶ありがとう、お茶ばっかりありがとうございます、皆さんね、お疲れ様、いつもすみません、本当にありがとうございます。さっきね、雨降ったでしょ、ちょっとね、外れたんだよね、一回ね、すごかったんで、5時頃のなんかね、悪魔の赤色のね、あの、わかる、うん、今秋田がすごい、山形とかね、すごいでしょ、あれが来たんだよ。そしたら俺がそれろって言ったら、ちょっと上上がった。来んじゃない、こっちにって。そしたら、そう、髪の話でしょ、あれだから怪しかったのよ、消滅したんだよ、僕の呪いで。あ、今涼しい、ここ。うん、ありがとうございます、皆さんね、人がいた、今雨降ったでしょ、すごいもん、なんか狙ったように夕方から来るよね。明日もだよ、うん、明後日も、日曜も。あ、今風来た。あ、まさにこんばんはね、高評価でとね、
マジシャン。そう、なんか僕超喉かけてる。うん、洗濯物干してたの。そう、なんとかもう扇風機当てて乾かした、ちょっと。あと半ズボンだけ。T シャツ可愛いじゃんね。うん、だって1時間ちょっとでも乾いちゃうもん、暑くて。30度あるからね。あ、涼しい。ほら、わかる？ここ。ほら、風来てます。やっと風来てくれた。今は最高。ちょっと休んでいい？最高だ。でも向こうからもちょっと雨雲来てるんだよね。弱いんだけど。そう、だから僕もだから読めないから長時間できないんだよ。うん、土曜日とかもやられちゃうから。そう、雨用ってなかなかね、そんなないんだよ。うん、だからそのね、ちょうどいいタイミングで来てるの今も。だから先週からちょっとね、細かく来てるんでね。土曜日ね、うん、水曜日、あ、じゃねえ、火曜日、土曜日、火曜日、そして木曜日、細かく来てるでしょ。1時間ですけどね。このぐらいしかできないの今。なんかもうロングでやるともうほんと食られちゃうから難しいんだよ。うん、土曜日がね、そのタイミング合わないね今ね。なんかもう雨降っちゃうから毎回。うん、書いた部屋押しで今涼しい、悪いです。うん、いいタイミングでね。まあ今日も雨降ってもここ行こうと思ったのね、久々に来たから。でもこっちは晴れ用なのよ。晴れバージョンなのね。で、別にあっち行かなくていいね。まあ、雨用があるから。雨が降ってきたようだから。でもこれ風が吹いてきたってことは、そろそろ降りますよってことじゃない？これパターン。なんかそんな感じしない？ほら。ほら。ちょっともう避難しとこう。危ないから。屋根の方向に行かなきゃ。なんかあるじゃん。風が吹くとそろそろ雨が降ってくると。ちょっとライトつけられないんでごめんなさいね。虫がすごいんで、このエリアは虫がすごいから。うん、そう、なんか風が今ね涼しくなっちゃうもん。なんかそういう時に限って降るんだよ、うん、ね。しかし本当暑いよね。ここも田んぼがあるからいるの。そう、あ、なんかね、その雨雲なんで、雨雲が近づいてるからこう風が吹いてくるわけよ。なんでこう夜になると、こう夕方とかになると降るの？狙ってんのこれ？ふざけんなって感じだよね。そう、日中はね、いいんだよね今んとこね。あ、まあ昨日はダメだったみたいだけどね。うちの方はさ、助かったんで昨日は降ってないんだよ。でこっち以外ちょっと助かってんだよ。ゴリラ豪雨来ないからあんまり。今日はでも危ねえな、もう食らったなと思ったんだけど、うん、大丈夫だった、なんとか。軽くは降ったけど雨が。うん、ね、だからあれなんだろうね、最近もだから大気不安定なんだろうね、温暖化も踏まえて。うん、だから涼しいもんだって風が吹いてきたもん、絶対これあれでしょう、降るでしょう。だって4メーターぐらい、さっき吹いてなかったのは4メーターぐらい吹いてるもん今。そう、わかんないんだよね本当にね。いきなり雲、あの晴れてたのがいきなり曇ってくるんだよ、怪しいなってで、カメラ出したよね。うん、あー、ロピアの帰りに振られましたか、江上さんは。ご苦労様ですね。僕はもう振られてなかったです今日は。だから洗濯物今日干してないんだよね。だからね、夕方干したの。で、俺の予想では C までもう降らねえなと思ってたのね。で、C まで干して死んでいこうと思ったの。そしたら降りやがった。だから1時間ぐらいしか干せなくて。でも思った以上に暑くて、T シャツとか乾いちゃって。そう。で、あと扇風機やってたらパンツも乾いて。そう。だからだいぶ良くなった。そう、ほんとに暑い。なんでこんな暑いの。ほんとは雲がすごい速いよ、動きが。
見てるとこう動きが早い。あ、ラッキーさんスパチャありがとうございます。いつもすいません、本当にね。ありがとうございますね。ラッキーさん、皆さん、ケツさんありがとう。ね、本当暑い。風邪来てほしい。今と無風になってまた。もう勘弁して。ね、本当昨夜のこんばんはね。沖縄は台風で大変でしょう。気をつけてね。こっちもゴリラ豪雨がすごくて、もうなんかまともにできないんだよ本当に。土曜日やろうかなと思ったら土曜日なんかまだ天気あんま良くないしね。天気予報当てになんねえし、だからもう中止にして今日にしたのね、1時間で。で今日もほら雨降られたの。そう。だもう今日は雨用で一箇所だからと思ってね。まあ雨降っても行けるかと思ったの。そしたら雨降ってねえと。そんな感じ。あ、今風邪来た。ね。セミ鳴いてるよ。セミが。ありがとうございますね。いや、今日は本当風がなかった、最初は。今ちょっとあるけど。風ないときついね。29度とか30度は。今日今29度なんだけど。こないだが30度だったんでね。ずっと。で、風があったから助かったのよ。で、今日は29度なんだけど、最初全然風なくて、あ、ダメかなと思ったら、今ちょっと吹いてきてる。あ、今風。あ、降ってきた雨が。なんか雨当たった。予想通りだ。なんか今ちょっとなんか雨粒が当たった顔面に。でももう屋根付きのとこ入ってきたから大丈夫。降っても。まあしょうがないよ、もうね、大気不安定だから。とだからね、なかなかそういう何、トンネルがガチトンネルとかね、あんまないからね、ポン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 ってさ、一箇所とかね。そう、こないで行っちゃってるしね、トンネルね、電波も。そう。あー、暑い。ちょっとなんか雨粒当たった。あれなんだよ、あれが怪しいんだよ、あれが。ちょっと降ってきてんね、やっぱり。この上とか。急に降るからね、ガーってね、ゴールデンボーグ滝のように降るじゃん。だから反応しちゃってるでしょ。だ多分あれなんだよね、山形とかも秋田とかも前もて反応してたよね。深くしてねえんだよ多分、おそらく川をやってねえんだよ多分、予算がねえんだよ多分、国が払わねえから。ほら人口とかもあるでしょ。風なくなったし、なんか今工事してんのこれ。前なんか柵あったよねこれね。工事してんだね、柵交換するんだねこれね。ここ柵あったもん。今剥き出すのこれ。あ、違うのか。あ、あるな柵。ここなんか駐車場でもできんのかな。なんかそんな感じだな。駐車場だな多分。そう。しかし暑い。あ、車はすぐそばだからね。もう一周回ってきたから、あとはもう高架下の方やれば。そう。でもね、もうほんと1時間ぐらいがね、限界この暑さ。なんかもう車の中で定点やりたいもん。クーラー聞きながら。そう。いやでもカビ取りやっといた方がいいよみんなも。なんか変な匂いしたら、それはカビだからね、気管支炎とかなるよ。そう、だから、ある程度ちょっと自分できる範囲でやった方がいいと思う。それかもうクーラー買い替えるか。もう多分3年で結構溜まってるよ。買ってすぐはいいんだけど、3年ぐらいでもう黒いのすごかった。ちょっと手が届くとこまでやったんだけど、もうすごいよ。下から、上から落ちてくるもん。カビが。ラッキーさんこんばんはね。いらっしゃいね。そう。やっといた方がいいよ。やって送風で1時間ぐらい回すんだよ。そしたらカビが弱るんだよ。弱るんだよ。送風回しといた方がいいよ、送風。冷房がね、カビは喜ぶ。そう、痛いけどね。だから例えば割り箸でもいいじゃん。フォークとかでもいいんじゃない。で、なんかフォークにティッシュ、アルコールウェイツティッシュとか巻いて、
こうやって吹くの落とすの。うん、やった？すごいでしょ、手が届くの。匂いしたらもうなんかね、ツーンとする匂いしたらカビだから、それカビ。うん、いや汗すごかったよ、もうびっしょびしょだったの。その後すぐ入ったもん、風呂もう自分家の時やった時もうすごかったんだよ。うん、あそこまですごいんだな。はい、ありがとう、ラキさんね。そう、やっぱ3年やってなかった。うん、それ使うとほぼ取れず、壊れず掃除できるんだ。クーラー洗浄スプレーってのあるんだ。でもそれなんかどうなんだろうね、うまくいくの。うん、そう、俺のでやりたくないな。なんか壊れたら弁償しろとか言われそうだしそう、アパートだからついてるやつだから、もうだからできる範囲でいいかなって。実家やってみようかな、あんまりひどかったら。うん、それやってみようかな。はい、バイク雨降れって感じだよな。滝のように降ったらあいつら濡れるから、うるせえからな。うるせえやな、本当に。ドイツ軍だからあれ、うるせえんだ。うん、そうなんだ。それ結構落ちるの？うん、売ってるんだけど、それって落ちるのか、それともカビが落ちてくるの？すぐ取れるの？うん、そんななんだ。まあとりあえず今やったから、ちょっとこれで様子見て、ダメだったらちょっと考えよう。うん、やってみる。うん、やったことない、誰か実験してもらいたい。でも自分のクーラーじゃないやつはやめた方がいいと思うよ。壊したら弁償しろとか言うから。そう、自分で買ったクーラーだったらいいけど、うん、アパートで備え付けのやつは多分壊れたら、ほらね、まあ新品か分かんないけど。そう、うん、まあごまかしたらいいんだけどね、知りませんってすんの。あ、自分で買ったクーラーだったらいいんじゃない。そう、ついてるとこもあるからね、クーラー。しかしお化けは出ないな、暑いのに。うん、あまり良くないって聞いたことある。ちょっと水分取っていいですか。ちょっとお待ちください。あー、あっち水分タイム。今日やばいよ、2リッター以上飲んでるよ。もう2リッターぐらい飲んでるよ、軽く。うん、フィルター汚れてると、フィルターやってないでしょ、やった方がいいよ、燃費が良くなるし、カビとか発生しにくい。2週間に1回だよ、あのフィルターは。うん、2週間に1回、水で洗うんだよ、水で洗う、で乾かす。まあ俺はめんどくせえから、あの雑巾とかで拭いてパッパッパッってこう水切りして入れちゃうけど、うん、フィルターは2週間に1回ぐらいやっといた方がいいよ、皆さんね。さあ、心霊ですね。果たして今日は出るんでしょうか、またしても出ないんでしょうか。やってない、やったがいいわけさ、うん、やらないとやばいよ、壁臭くなるよ、うん、すごい汚れてると思うよ、フィルター。あ、風が来て、風頼むから。うん、うん、目立ってなかったら多分手入れてみんな分かるよあのフィルターのこのね、中を見ると分かるよ、絶対汚れてるから。俺も見えなかったの。で、アルコールウェットティッシュを振ってたらすごかったもん、黒髪は。ボンボン落ちてても。そう、やった方がいい、特にね、タバコ吸う人。買ったみたい、親のところ。ね、あ、新しいのだったら、すぐにはカビ出ないと思う。どうですか？います？いない？うん。そう、虫がね、いないね、今虫は。うん、うん、何が見えないの？あ、お化け、お化けいないんじゃない、まだ。うん、
そう簡単出ない、うん、ここない、ここない、いや、わからないよ、それは。俺も聞いてるんだよ、現に、うん、昔聞いてるの、うん、あっちもない。まあそれはその人それぞれだからね。僕はでもお化けの声を聞いてるのここで。そう、うん、そういるって人はね。そう、俺でも黒い影見てるから、うん、その先で見てる。昼間見てんのよ。黒い影がね、こうふわーっと浮いてきて、こう上に消えたんだよ。見てんだよ、黒い影を見ちゃってる。うん、アドバイス聞いても、別にアドバイス聞かなくても14年やってるから大丈夫と思います。そうそう、もうあの経験は豊富なんで、10年こっち出る、うん、そうそう、アドバイスがあんまり、人のアドバイスわかんない、自分でやってるから。やっぱり行ってみたい、うん、ね、そう、暑いな、しかし、うん、昨日丸の横の人形何？丸の横の人形何？あれはツイキャスのあのグッズが当たったの。うん、見たいね。そうで出ればね、タイミングだと思うんだけどね。うん、そう、あれ昨日の丸のあれですわね、あれあれですよ。ツイキャスのこの間の俺なんかあったでしょ？あれのグッズ当たったの。うん。先に。暑いな、しかし。本当にこれね、病院もあるんだよね。病院がこう結構なくなってるやっぱりね。で、病院でね、夜中にね聞いてんだよね。まあ分かんねえからな、病院でも聞いてるんだよね、変な声を。今頃タクシーってことはあれだな、なんか怪しいんだな。そう、出てそう。あ、奥だよ、奥、出るのは奥で。何の音？何の音？あ、この水の音か。忘れた、これ何かと思った、これ蛇かと思った、一瞬蛇の抜け殻と思ったよ。違ったのね。そう、あの高架下のあたりがね、僕見てるんです、黒い影を。うん、はい、人形ね、ありがとうございます。はい、佐さんこんばんはね。タクシーいたよ、今いたいた。はい、佐さん、つくだね、いらっしゃい。うん、そう、あっち側なんだ、あっちがお墓なんだよ、お墓。そうで、そこは病院があるわけよ、病院が。なんかね、変なお人だね、ありがちなんだよね、なんかね。うんうん、まあ出る時と出ない時があるからわからない、もうそのね、運だよ、あとは。そう、死んでてほらね、僕14年やってますけど、映像に映ったなんてもうね、はっきり分かんない、1回ぐらいしかないしね。うん、病院やってるよ、病院やってる、現役、結構死んでるよ、大きい病院だから。うん、もう全然死んでるよ、うん、コロナでも結構死んでるしね。そう、うん、そう、若い子も死んでたね。うん、わかんないよ。すごい音するのね、ここね。あんなとこ止まってるよ、今日車が。暑さ、暑いよ、29度で、湿度が80以上あるね。風が今たまに1メーターぐらいかな、1、2メーターぐらい。またね、そう。うん。そう、なんかね、だからね、病院ってのもあるんだよね。病院があって、そこにお寺の霊園が、まあ、あるわけで、お墓が、うん、で、すぐそばの高架下が、まあ、黒い影を見ちゃったっていう。うん、暑い、グルメさん今風が来てる、うんうん、最高。うん、そう、あ、最高だわこれ。あ、ゆけさんがどうもね、ありがとうね。YouTube してないの、マムさん大丈夫だよ、してよ、ね、あ、はい、エネソクどうもね、いらっしゃい。少し頑張ってます、頑張ってます。もう土曜日も分かんないじゃん、だからもう今日行って今週は終わりにしようと思ってね、うん、
何箇所もで雨降られちゃうと本当ないんだよ、行けなくなっちゃうから。でしかもゲリラ豪雨にこう食らっちゃうとね、もう本当動き取れなくなっちゃう、愛好業界だとね。だからもう行ける時にパーンって行っちゃってる感じ今。そうそう、もうね軽くなんだけど、やっぱ明日もずっとね実家行かなきゃいけないし、で昼から病院眼科、そうでまた帰ってきてご飯作ると、で帰り終わったらゴリラ豪雨がね、そうなんかあそこに止まってるって珍しくない？あんなとこ止まんないんだけどね、車が怪しくない？今風でもいいね、すごいよねこれ、なんか落ちそうな感じするもん、なんか毎日ね。そうまあでも土曜日日曜日はまあ楽だから、すごい今ね、トン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 ってトントンなーにって、そうなんか車が多分通るとねなるんだよ、だから老化してんのかな、わかんないけど、もう問題ないのかわかんないけど、いや結構病院からタクシー帰ってきてんな、だから多分あれだよね、多分怪しいんだよ多分、タクシーでこの時間もう面会終わってるじゃんね、終わってるじゃん面会、そうわかる、面会って大体8時頃まで、え7時頃までだっけ、なったのどこ、ここ今ここ、この上がなってんの、いや、と車が上が通ってるから、有料道路がね通ったら多分鳴ってるような感じ、この時間でもう面会やってないでしょ、だって今タクシーで帰るっていうことはわかる、うん、ここはね橋じゃないんだよ、あのいわゆるこうあの京王道なんだな、京王道なんつながってるところ、うん、やった、結局面会ってあるじゃん、で今できないでしょ多分面会が、多分ほらトントンってすごいでしょこの音ね、うん、そうだから多分ね親族しか見えダメだと思うので8時までなのかな面会って、そんなないよね、7時頃までだっけ多分、いや違うわ、もっと早いよね多分もっと早く終わっちゃうよね面会って、5時頃ぐらいまでとかね、うん、多分3時から5時頃とかじゃないの、6時かだって6時飯があるから多分できないと思う、ってことは分かるでしょ、タクシーが来るってことは、うん、暴れてた分かるでしょ何を言いたいか、危ないんだよ、うん、危ない危ないわけよ、ね、うん、分かるでしょ、危ないから、うん、だから親族だけあの最後のお別れとかね、でタクシーで来てるの、そう多分夕食前までだと思う、面会って6時頃まで、6時から飯でしょ多分、だこの時間だと大体そうなの、うん、あ出ないとね飯ね、命の危機だと思う、うん、トントンってトントンなーにってうん、あ、7時までか、7時までか、だからもう終わってるじゃん、もう8時55分だから、うん、あの夜、そうでもねどうなんだろうね、うん、うちなんか俺全盛期の時だとかね、あれがだからまあ親族だけっていうかね、もうあの本当にもう言われてね、あのちょっとですけど、え今なんか声来なかった、今なーにって、え、なんか言わなかった今、今なーにって今聞こえたんだけど俺この辺からトントン入ってるでしょ、なんか今声聞こえたぞ、え、嘘聞こえてない、今なーにってなんか子供っぽい声で今なーにって聞こえた、プリンさんやっぱり言ったよ、戻してみて、巻き戻し YouTube できるから、今なーにって言ったよ、YouTube に戻せますか、ちょっと聞いてみて、8時だと思うんです、今聞こえたよって、今何ってなんか何今のすごい声だった、なんかあの女の子子供だよね多分、今何って女の子っぽかった、なんか
こえてない。いや、聞こえたんだよ、今、本当に。今、なーにって多分ね、トントンって前に多分言ってると思う。かぶるように、なんか。何今の。はっきり聞こえちゃったよ、俺。マジで。この辺で。今なのにって、なかなかの、なんかの。何これ、ちょっとマジかよ、怖えんだけど、ちょっとやっぱ聞こえたよね、俺もなんか作家かなと思ったんだけど、あ、風が涼しい、猫つくだにいらっしゃい、今聞こえちゃったんだよね、なんかね、震えてるような感じで、ね、なんか言ってて、今何みたいな、怖いんだ、聞いて、聞こえた、みんな戻して聞こえてる、なんか言ったんだよ今、ここに座ってたのか、ベンチに子供が、なんかね、なんかなんていうのかね、重点があるような声だったよ、あー、ラキさん、お茶わけ100ありがとうね、すいません、いつもあれだ、本当にね、すいません、本当に、今なーに、怖いんだけど、いたの今、これも初めて聞こえた、なんか子供出るのここ、いや、なんかこれほら、これなんか座れるじゃん、これ遊んでたんじゃない、多分子供が、蜘蛛の巣があるよ、でも見てちょっと、なんか聞こえてない、みんな、なんかね、なんか風とね、か被るような感じだったんだよ、なんか、そう、聞こえてない、オリさん初めての声、ラキさん聞こえた、戻してないんでしょ、その前に聞いてないんでしょ、うん、だから多分開始32分ぐらい、多分33分だっけ、そのあたりぐらいで聞こえてる、うん、耳悪いか、いや、まあ低い声だったけど、結構目の前で言ったよ、1メーターちょっとぐらいの先で、今なーにってなしかもだから幼いんだよ声が、うん、幼い子の声なの、だからもう幼稚園とかね、うん、小学1年生ぐらい、まあ幼稚園かな、多分そんな声が聞こえた、今かすかに女の声でしょ、だからいないんだからね、いないんだよ、目の前に誰もいないんですよ、どっから入ったのこれ、これどっから入ったのこれ、どっから入って、あ、向こうから入ったのかな、あれでしょ、あれがこうね、飛んでる、うん、聞こえなかった、あの風ともね、かぶってるからね、いや俺喋ってないじゃん、だってやってない、俺だって黙ってた時にこう聞こえたんだもん、そう、俺じゃない、俺じゃない、だって俺がしゃ黙ってた時に聞こえたんだもん、今なーにって、でその後にえってこう、あ、子供の声っぽかったでしょ、やっぱりほら、やっぱ入ってるの、なんか多分何言ってるのか分かんないんだけど、俺は今なーにって聞こえたの、うん、聞こえなかった、ブルゾン聞こえなかった、これヘッドホンしてやると聞こえるかも、今なーに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 、あーうわーとか言ってね逃がさないよとか入ってるからね、うん、いや結構怖いんだよ、なんかそれ早かったよ、なんか早口で、なんか今なーにみたいな感じだった、今何って言われてもただやってるだけだけどね、うん、聞こえなかったのぶさん、なんかね聞こえたんだよ今、久々に食らったよね、ちょっと僕聞こえちゃったよ、うん、なんかね早かった、なんか早口でね、そのなんか子供っぽいような大人さんの声だった、でなんかこう重点音があるような声、うん、聞こえなかった違うんじゃない、ポイントが、だから多分30分ぐらいから聞いてくと多分
聞こえるかもしれない。多分ずれてんじゃない、その聞こえなかったっていうそのポイントが。稲川さん入ってる、いや入ってません、うん、ね、和気さんゲラゲラ、うん、見たなってね。はい、なんか早口っぽかったよ。でこんな感じだよね、こんな感じで。あそこの場所行った時にふーって見て、あ風が涼しいねとか言ってて、スーさん佃煮ピューピュー、今なんか声超えたんですよ、女の子だもん、女の子の声で、ね、ちっちゃい子供の今なーにってはい、声をかえありがとうございます。今なーにってただ皆さん聞こえてない人もいるみたいで、わかんない、うん、でも僕が黙ってた時にちょっとね聞こえちゃったんだよね、今ね。久々に聞いちゃった、なんかはっきり、なんていうの、はっきり聞こえるような声は、いつも俺何言ってるのか分かんないような声はあるんだけど、最近でもね、あるじゃん。え、愛知の遠征の時もああいう風にはっきり聞こえたのは本当何年ぶりって感じだ。うん、久々になんかヒットしたと思う。たまに行くといいんだよね、多分。声変えたでしょ、なんか子供でしょ多分、稲川さん。そう、でもなんか稲川さんのやつはあれだよね、だいたいあのなんていうのかな、こう何人か見ちゃうパターンもあるよね。そう、俺はなんかね、いっぱいいるときだいたい聞かないな。うん、一人のときまあ多いから基本は。線香の匂いしますよ、うん、香ばしく。お若です、お若です、線香の匂いがする。波長があったのかな今ね、久々に。うわすごいな、花と線香の匂い、うん、まとわりついてないと思う。それは肩重くないもん。首はちょっと寝違えたからね、ちょっと痛いけど、今日針は止まったけど、うん、墓地。今なーにってなんか30分から35、6分だと思うんだよね、その間に。多分正確は見てないか分かんないけど、なんかモル聞こえちゃったんだよね今。しかも結構幼い子でもお墓がある。うん、多分お墓と関係してんじゃない、アントンネルは多分ね。でも雨降んなかったね、なんか今のところは。なんとかもったくさいな、わかんねえからね。うん、なんかお線香の匂いがした。お盆あと2週間先でしょ多分。うん、2週間、そうだね、2週間先で終わりか確か。来週、再来週でしょお盆は。うん、確か14日から16、12日だっけ、12日から16だと。ね、うん、でもお盆の時はね混むからね嫌なんだよな、ね、うん、そう混むからあんま行かない、避けるの、うん、うちは。今日もジュース入れといたからいいよ、うちの袋、朝一でジュース置いといたから。1週間に1回ジュース交換するから。巻き戻し中、うん、大丈夫みたい。でそこで僕はね、あの高架下でね、昼間なんですけど、こう通った時にね黒い影を見ちゃったんですよね。うん、なんか見ちゃったの。でここはあの一応この川はカッパドックリでも有名なんでね、カッパドックリ、これカッパドックリも有名なところなんですね。うん、カッパもいた川です昔、江戸時代に。そう、カッパがいるかもしれない。この川はカッパが、カッパがいた川なのよ、川なのね。カッパドックリって有名なの。そう、あっちな、しかし
カッパいたんだよ。これカッパどっくりって有名、調べるな、有名だから茅ヶ崎で。うん、そう、ここね、このトンネルないっていう。いやでも、ね、そうだね、あの黒い影っていうか、ね、黒いのがあんま良くないっていうよね、うん、悪霊かもしれないね。でも白い影っていうのもあるんだよ、知ってた？白い影っていうのもあるの。そう、まあ一番やばいのは焦げ臭い匂いがやばい、一番、うん、焦げ臭い匂いが、焦げ臭い匂いが一番やばいと思う、うん、もう怒ってるね、幽霊がね、うん、そう。うん、あ、そう、あるね、うん、なんか光ってない、ほら、なんか点滅してない、ほら、何これ、なんか点滅してない、点滅してない、なんかいるんじゃない、ほらほら、なんかいるんじゃない、真ん中辺点滅してない、うん、よく見る、国野さん、ほら、なんか点滅してない、なんかチカチカしてない、ライトバレたバレたかレターブイントバレたか。あ、ここ涼しいわ、ここにいよう、ちょっと、そう、黒い影があられるかな、割といい。白はそうだね、うん、あんま見ないけどね、黒いの多いね。あ、涼しいよ、うん、そう、点滅してた、残念、わからなかった。やっぱ聞こえる人と聞こえない人がいいんだろうね。でも聞こえたんだけどな、あんな結構でかい声で聞いたよ、ポインターでね、そう、あんなでかい声で聞こえたよ、俺嘘言ってないよ、マジでリアルに言ってるよ、うん、いや今回は本当に聞こえちゃったんだよ、しかもはっきりと今なーにって、だから意味不明なんだよね。だから幼い子考え方の声なんだよ。今何ってこう、何を指してるのか分かんない。うん。石村さん、ピヨピヨ。今幽霊打つ声が入っちゃいました、石村さん。うん、子供の霊が。今何って。うん、間もなくチャリが。うん。うん、中一日で頑張ってます。まあ、今週はもうちょっとね、死んで多分やんないけど、来週またね、ちょっと休ませてください、また来週のために耐えるのか、うわっって言ったら焦る、ごめんなさい、いないか、で僕が見たの黒い影はそこなんですよ、この2個目の電、街灯があるでしょ、そこで見た、焦った、うん、そこでね、ちょうど上がった時に見えちゃったの、上にふーって、で、なんか数秒で消えた、うん、上に行ってた、車に乗ってたからね、後で見直して、そう、ちょっと聞き取りにくいかもしれない、聞けないかもしれないけどね、うん、ここで見たんですよ、黒い影を、びっくりした。油断したでしょ。そう。そう。このね、トンネルって風通しいんだよね、ここな、すごい。で、ここはね、よく一時停止やってますんで、お巡りそこに隠れてね、気をつけてください。うん、やってますから。心霊に悪い。ダメだった。風結構あるね。で、ここで見たんですよ、僕。黒い影。何？あ、看板通り抜けできませんか。この辺で見ちゃったの。油断禁物そう。そこね、あの一時停止見てんの。隠れて。で、これ一通だからね。
ません？風があるとね、ちょっと助かるんで、やっぱりね。なんか臨場感で飛んでるでしょ。ここまで一応出ますね。いない。これこういうミラーのところに映って怖いよね。で覗き込んだらいないとかね。このミラーのところあるでしょ、人がいるとか。このミラーがね、トンネルをこう刺してるじゃん。人がいたら怖いよね。映ってんのにこっち見たらいないんだよ。なんかありがちじゃない、なんかそう。そう。いない、あれ？いない？いないね。そう。ミラーに反射する雰囲気あるでしょ。ヘリが来た。しかしでもジメジメしてんね。ものすごい暑いよ。あっちにヘリが行った。恐怖のミラー、ちょっと離れるところがある。ほら、いそうで怖いでしょ。ミラーに、そうミラーにたまに映る時あるよね。蒸し暑いよ本当に。もう29度なんだよ、ね、今風があるから多少助かってるけど、もう汗だくだよ、汗だく。結構汗だく。ちょっと水分取っていい？ああ、ちょっと待ってね。もう半分ないもん。アクリスも半分ないもん。よいしょ、はい、ドームだ。29度ある。湿度が85% ぐらいある。水分補給しないとね、脱水した本当に。でも今日2リットル以上飲んでんだよね。暑くて2リットル飲んでる、皆さんは冷房入れて、ケースなんで冷房入れてますか？まさか入れてねえとか言わないよね、絶対入れてなそうだよケースさん、電気代がとか。ここが一番涼しいわ。いや、ほんと暑い。はい、YouTube 寝るかいいよ、来たね。ちょっと休憩。風で。絶対入れてないでしょ。あ、しょげさんいらっしゃいね。こんばんは。ありがとうね。まあ、ちょっと一箇所ですけどね。ちょっとコンパクトにやってます、今。もうすぐ終わっちゃうんだけどね。33度ある部屋、暑いな。プリンさんも入れてないんじゃない？今俺も切ってるんだよ、冷房扇風機だけ入れてる。帰ってきたら入れるけど、ここはね、一応僕が見たのは、まあ、このね、こっち側で黒い影見てるね。まあ多分 この横の川がカッポドクリとか、そういうね、まあ、伝承ってものがあるんだよね。アミューさんありがとうね、こんばんはね、いらっしゃいね。いや、飲まない倒れちゃう本当に。相当暑いもん。まあ結構風があるから今ねいいけど、風なかったんで最初すごいやべえと思ったから。扇風機入れてんの？エアコンない部屋なの？それは暑いよ。エアコン入れてあると部屋になるべく扇風機入れてでしょ。もうほんと暑いからね、皆さん気をつけてね。熱中症でも死んじゃうからね。ね、まあ無理しないように入れて。
大丈夫だよ、そんなね、なんていうの、そう、もう暑かさちょっとね、涼みに行くとか、昼間は夜はもう入れるとかね、うん、そう、なるべく涼しい格好でとかね、やっぱ夜は 寝られなかったもんね、暑いとね。落書きすごくない、なんかあー、ガキンチョが落書きを。だからこんばんはね、心霊配信ですね。いや、今29度あるんですよ。うん、マジで。こっちはこっちでね、これは OK のやつだね。こっちが多分違反のやつ。うん、ガキンチョが。うん、なるよ。フルでやってる？え、エアコン見せついちゃった。いや、つけといた方がいいと思うよ。今年はもっと暑いもん。うん、だからエアコン入れるときは、フィルター掃除してって。そうするとちょっと燃費良くなると思うよ。電気代も。うん。小学校、浜野小学校4年生というアーティストで、カッパどっくりの形にって、これカッパどっくりなんだ、これカッパなんだ、カッパどっくりなんだ、これ有名なんだよね、うん、NB4 人って、うん、この監修してんだってこと、うん、知らないけど担当アーティスト知らないけど有名なのか。そう、こっちはダメだよ、違反。こっちは OK なやつ、うん、つけっぱなしでね。そう、俺も出る前まで入れてるわさ。もう髪の毛ぐちゃぐちゃだもん、熱くて。ダメこっち落書き、うん、でもほら、こうなんていうの、なかなかほらカメラがないから捕まえられないんだよね。なんかやるんで、でもあんまりいつやってんだろうね。多分土曜日とかやってんじゃない、土曜日の夜とか、おそらく、夜中とかにやってんじゃない多分。今の時間多分やったらバレるから、ね、通報されちゃうよ、こんな時間だったら。そう、ガンガンに入れてるね。しかしでも本当あれだよね、場所によってだね、風もね。セットして、ね、いや、ほんと入れといた方がいいよ。ほんと熱中症で死んじゃうよ。うん、ね。そんな変わんねえから。マジで、ケツさん。そこじゃないんだよ、詰めるとこは。うん。違うとこ詰めればいいじゃん。ね。だから、年を取るとエアコン入れないってそれなのね。うちの家なんかもう暑くてね、エアコン入れてくれって言ってるよ。逆にもう、エアコン慣れちゃってるから。で夜は寒すぎんだって。もうだから暑いから寒い方がいいで。難しいんで調整が、安いやつだからね。無風ですよ、なくなっちゃうよ、本当にやばいよ、本当に。大丈夫だとか言って、大丈夫じゃないから。普通に俺がだって言えるでだから、外がこんな暑いんだよ。だって今の時間で29度とかあるんだよ、おかしいよこれ。うん、地味でしょ。そう、入れなきゃダメだよ絶対。どうせ窓開けてないんでしょ、だってそれでも絶対暑いって。外がこんなに暑いんだから。うん、そうでしょ。来週も暑いもんね、35度とかあったもんね、ずっとね。来週もなんかどうなんだろうね、来週は大気の不安定大丈夫かな。今週はもうなんか明日もやばいしね、狙ってくるもんね、強烈なやつが。なんか見てるとなんかね、そう、なんていうの、見てるとね、山梨から来るんで、大月とかね、あの辺から来るんで、雨雲がこっちに向かって。で埼玉とか来てるやつは奥多摩だね、うん、秩父湖とかあっち側から来るんだよ。元はそっち側から来るの、一気に勢力が上がって。そう、残暑、うん、いやこっち29あるよ。うん、本当に僕なんかこれ顔終わったら帰ってシャワー浴びて洗濯してね、お風呂入るじゃん、暑いもん。ちょっと涼んでから着替えてね、でドライヤーやって、さあ洗濯終わったって言ったら寝るって感じ。干して、
そう、ほんと吸いたいよね。どう、だから山なんだよね。山から山で大気不安定なんだよ。おそらく。あ、線香臭い。こうお墓なんだけど。いや、すごいよ、線香の匂いが。さっきよりかな、匂ってる。線香の匂いが。うわ、ここすげえ暑いな。うん、なんか生あったけ。うわ、すごいな、線香の匂い。いる？いる？あ、板倉さん、佃煮ね。いる？すごいんだよ、線香。だって線香炊いてねえだろ、この時間に。すごい線香の匂いするんだよな、マジで。いるだろうな、多分。悪い例ではないと思うけどね。気概があるでしょ。まあなんかいるんだろうね。すごいよ、なんかあの線香の匂いとか。だってもう線香の方が消えてるでしょ、普通に考えて。この時間だったら。で、匂ってんだもん。それかあれなのかな、燃えてないやつが線香が匂ってんのかな。あの匂い付きの線香あるでしょ、あれなのかな。うまくやんないともう燃え付けないじゃん。途中で止まって消えちゃうでしょ。その匂いなのかな。おそらく。さあ病院側行ってみますか。病院でも電気ついてんの、ね、今日もう消灯してるはずなんだけどな。今度病院側でね、最後は。ああ、今日カレーだったんだよね。僕は298円のカレーです。マムカレー。しかし暑いな。トン。風なくなったからさらに暑い。無風だから。すごいよ、ジメジメしちゃってて。恨めしやだよ、本当に。もうなんかもう死にそうだもん、本当に。暑くて。だからこの1時間が結構しんどいのね。この、わかる？もう1時間体力ほとんどなくなっちゃうの。暑さで。困ったことに。風ねえもん、見てこれ。ほら、全くない、風が。ね、こっちすげえ暑い。で、ここ病院です。あ、なんかついてるね、今日。なんかあるのかな。だってこの時間ついてないはずだ、もう消灯してるはずだよ。まだついてるね。病院。病院ついてるね、電気。そう、誰もがね、あのね、最後に味わうのか、それとも家で亡くなるか、この辺で死んでるかなんだよ。そう。レトロ病ね、レトロカレー。渡辺さんも。風が全くないよ。いや、ほんと暑いよ。そう、ついてると思う。だから、まだあれなのかな。まあ、多分9時頃の巡視前に多分検温とかやるもんね。はい、皆さんこんばんはね。いや、先週ありがとうね。どうもね。こちらこそありがとうございます。ね、ありがとう。もう今週はね、2回行ってます、もう僕。ね、なんだっけ？火曜と木曜で行ってます。だからもうね、あんまり土曜から空いてないんですよ。1時間しかやってないけど、コンスタントに行った。まあ、ここは緊急病院、そう。緊急病院、緊急やるやってるよ。ただここはね、入院するとき10万円取られるから。だから僕はね、もし運ばれてもここはやめてって言う。10万円取られるから。ここ10万円止まり取られる。だから僕はあの行ったことあるけど、うちの親父は入院したことあるんだけど、ここでリハビリしたんだけど、10万円取られた。そう、先に預かり金で。だ10万円ない人どうするんだろうね。そう、内勤でもない人入院できないってことだよね。でも病院って拒んだら法律違反なのしてた。例えばよく保証につけてくれって言うじゃん。でも保証に取れない人もいるじゃん。そうで、それで病院が断ったら病院は訴えられちゃうのね。
そう、医師法でこう触れるのね、助けなきゃいけないのね、日本の法律では。だから断っちゃいけないの、うん、病院って。病院が断ったら訴えちゃうよ。訴えちゃったら負けるから、病院確実に。うん、暑いな本当に。しかし暑い。うん、おじいちゃんとおばあちゃんとチャリンコ乗ってたり、ゆっくりしてる。そうだから言われたら俺言うけどね、あれでも保証人とあのいないんで、でダメですねって言われたら、あ、じゃあの医師法に触れてますよねって、じゃあ出るとこ出ますって弁護士の先生に言って。暑いね、本当に。桜井さんね、めちゃ暑いよ本当に。この時期はね、本当体力がね、本当失われる。でもう毎年ね、最近暑くなってる。で去年以上に暑いもん今年は。うん、はい、ブザンスくだりね、なんとかやってます。1時間ね、もう終盤に回ってきましたね。ちょっとね、あのゴリラ豪雨がね怖いんでね。でもここは結構死んでると思うよ。うん、ここは結構死んでると思う。結構ね、あんま評判良くねえんだよ。うん、ここじゃないでね、あの同じグループなんだけど、駅前にある病院は、俺はうちの袋が入院した時に結構いい先生だった。だ先生だけ、先生だと思うよ。うん、はっきり言って先生だよ。あ、チャンネル動画ありとね、またね、コンパクトにやってるんで、今週は、今週はね、もう多分やんないと思うんだけど、来週また平日にちょっとやると思う。で、週末一応狙ってんだけどね、天気次第。来週の土曜日なんかまた雨なんです。雨なんです。そう、雨降られちゃう。だから来週もちょっと怪しいんだよね、土曜日がね。今先、週間予報とかね、見てるとね、来週の土曜も雨なんだ。しかも夜から。リハビリ。そう、違う病院行った。一雨欲しい。いや、一雨降ったんだよ、そここっちも降ったんだけど、すごいんだよ。全然気温落ちなくて、もうジメジメすごいの。だって29度なんで風なし。うん、ありがとうね、8月も。そう、よろしくお願いしますね。そう、だ僕はここね、あんまここでね、あの何だっけ、 MRI 取ったかな一回。うん、 MRI 取ったぐらいかな。うん、これ通院じゃないで、 MRI をこれ取らされた。うん、あのバイクの事故の時ですね、 MRI をここで取ってくれって。そうだ、ここは行かないねって言うんだけど、診察券は持ってんだけど、どっか行っちゃった。うん、そう、うるさいやつ、腰のね、もうヘルニアだから僕。もうでも救急はあっちだからね、救急向こう、向こうは。うん、だこっち側なんだもんね。うん、はい、よろしくね、ありがとうね。なんなんだろうね、こっち側は。向こう側が多分病室なのね。向こうがでかいんで、あっちが奥の方にボンと高いあるのね。こっちは多分病室じゃないんだよ。だから前ここでね、声が聞こえたのよ。でここ病室じゃないんだよ。病室じゃないのよ、ここ。ね。うん。多分病室じゃないと思うね。一般病棟は向こうなんだよ。総合病院だからでかいんだよ。あ、これクリニックって書いてあるじゃん、ほら。ね。総合病院だから向こう側入院なのね。西館だから、あそこだけだの入院は。そう、クリニックだからやってないやつなの、絶対的に。そう、暑い、マジ暑いわ。うん、これは多分入院してるんだな。一回帰ろうって言って、この車は。うん、今の時間帰るって言ったら、多分結構あのおばあちゃんとかね、おじいちゃんが入院してんじゃない。でちょっと、あ、いや危ないから来てくれって言われてんじゃん。うん、おそらく。そう、微笑み薬局。だからあっち側がね、でかいとこが病室なのね。うん、だっちに恋愛室とこあると思う。でそこで聞こえたんだよね、前ね。クリニックだから違うんだけどな。でこれちょっと危ないからね、一応ね。
いない、いないね。すごい暑い。いや暑いよ本当に、マジでジメジメ感すごいもん。もう蒸し暑いっていうかね、汗臭い。でこの扇風機のおかげでちょっと頑張ってるって感じ。これしてなかったら多分額からすごい汗がかかる、垂れ垂れだと思う。一応ね車に押し出す。暑いよー。さっきだあれじゃない、この辺だっけ、さっきその辺だよね多分ね言ったの。ね、うん、そうそうそう、プレゼンしてもらったです。詐欺部があったでしょ、病院の。あれはだってあそこ、だってあそこクリニックだから入院施設じゃないんだよ。だからあそこからな声が聞こえるわけないんだよ。わかるでしょ。減ったらしいでしょ。それは多分日本なくなっちゃうと思うよそのうち。ただ僕なんか生きてるうちは大事だと思うけど、もうそりゃ死んだらもういいよね。どっか外国に乗っ取られちゃうんじゃない。しょうがないよもう。だって僕もそうだけど、踏まえて別にね、結婚して子供とか別にどうでもいいもん正直言って。逆に自分が良ければいいやって感じそう、その方がね人生楽しいと思う。なんか嫌じゃない、なんかまあそういうの移動もあるしね。僕はまあ人生楽しんでこう過ごしたいから、そう汗だくで頑張ってますよ本当に。鏡が怖いね。しかし暑い、マジ暑いよ本当に。そうこれだって今日の T シャツはユニクロのあの冷え冷えのあれでしょ、あの T シャツ着てるのにめちゃめちゃ暑いもんマジで。さっき降ったよ神奈川県。そう6時過ぎぐらいに降ったんじゃない、ちょっと今は降ってないけどね。だからそうやばい、もう汗だくだもん髪の毛、汗だく。頑張ってます。わかんないその人も。ねえ暑いよ。栃木県降ったでしょ、明日も降るよ、明後日も、し明後日も。だからもう今週はこう今日にしようと思ってね。降ってたでしょ。だからもうなんかね、こっち側はなんか山梨から来るんだよ。で埼玉とかは多分秩父湖とかね、あっち側からか見てると発生してるね。何あれ、コウモリなんか飛んでったぞ今、びしょびしょだよ。なんかね飛んでったよ、なんかコウモリかな、これ飛んでる鳥、コウモリだ、コウモリ飛んでる、コウモリが巡視してるよ、コウモリが。コウモリだな今の、超音波だ。バットマンだよ、バットマンだでしょ。バットマンどこにいんのこれ、一匹だけバットマンがいてよ。超音波で飛ぶからあれね、ライト当てると来るんだよ。そう光に飛んでくるんでね、コウモリも。そうはい、じゃあ皆さんどうでしたか、少しは楽しみましたね。75分の旅でした。ポイント当てよう。いやもうどっか行っちゃった。ポイントはこれ、ほらすごいでしょ、これほら反射が、ほらピーって。いや結構トンネルとかハイトンネルとかいるよ。で電気当てると飛び込んでくるから消すんで、そうするとねどっかで行っちゃう。大体ね。お疲れ様でした、牧山さん。こんばんはね、終わっちゃいました。また次回よろしくお願いします。なんとか一周回ってきました。
だいたいこうゆっくり回ってこう一周で75分ぐらい、うん、でもまだ向こう側もあるんだよ。これ半周だから向こう側も噂があるの、うん、また今度こっちはね、たまに行ったことあるんだけど、これあれでしたね、見たことない、不気味。今日ね声聞こえたのよ、子供の声で。多分30分から38分ぐらいなのかな、28分かな、なんかね、なんて言ったんだっけ、さっき忘れちゃったけど、なんて言ったんだっけなんて言ったんだっけ、俺もう忘れちゃったけどなんて言ったんだっけ、子供の、なんか子供がなんか言ったんだよ、声聞こえちゃったのよ。早くやってたの、そう早くやってたの今日は。そう、もう明日もね朝早いから、ちょっと明日6時起きなんだよ。そうそう、なんか言ってたよね、なんだっけ、これなーにだ、そうこれなーにって子供の声聞こえちゃったのね。今なーにだっけ、あ、なんかそんな感じで言ってたの、うん、そう、ここにいる、うん、お小遣いちょうだいじゃなかった、今なーにだ、そう子供の声聞こえちゃったのよ、マジでリアルに、うん、ありがとうございました。じゃあツイキャスまたねよろしくお願いします。おやすみなさい。短いけどごめんなさいね、本当にね。ありがとうございました。またね。